三宿神社は東京都世田谷区三宿にある神社。境内は多聞寺の跡地の一部を利用しており、1885年に多聞寺の伽藍であった微社門堂の前に拝殿を増築して三宿神社と名付けた。かつてこの地には多門寺という寺院が存在していた。多門寺は当地にあった多門寺城、世田谷城の東の砦出の中核部であったと言われる。 多門寺城は、またの名を、未宿城といい、文明年間の頃に、キラが築いたもので、三宿村も、この時期に開かれたという説がある。三宿村は、北宿、元宿、南宿の三つの字に分かれていた。多門寺の付近は、寺北宿に属していて、南北を北沢側と枯ら山側によって刻まれた、大地であり、大地の東の端で、 両河川は合流して目黒川となっている。王子の本尊である、美沙門天は村人たちに深く尊崇されていた。新編武蔵国風土機構では、多門寺村の北にあり、総当州、群中西殿下谷村勝国寺の末、清水山天皇院とゴースと記されていて、勝国寺の末寺であった。同じ、新編武蔵国風土機構に、いずれの五六花火災に、総比、海産、 会期、などもつまびらかならずとうんとあって、創建年などは不明である。多文寺は、明治初期に、廃仏希釈の余波を受けて、廃寺となり、その跡地の一部を使って1885年に、未宿神社が建立された。これは、村の鎮守が必要になったための措置で、神社の由来には、なぜ神社が鎮座することになったのか由来は不明、と書かれている。多文寺境内にあった、 微写門堂の前に拝殿を新築して、微粛神社と名付けたものであった。東京府に祭神を微写門店として申告したところ許可が下りず、改めて大物しぶえを祭神として申告し直したという。現在残っている当時の申請書には微写門店と書かれた部分に線引きがされ、その横に大物種名と書かれている。この訂正は申請書を持参した村人の目の前で、 行われた、と伝わる。他者にも類例があるが、明治新政府の意向により、本来は外来の神である、モン門ンではなく、国産の神である大物主を祀らせた、とする説がある。ともあれ、結局祭神はビシャモン門ンを祀ることになったという。当時の申告によれば、社務所は400坪余り、東京府までの距離2里15町 総大四県で、所在地は三宿村阿座北宿三百七十九番地であった。戦後の記録では、祭人は、丘の御霊の命となっている。実際に境内には、稲荷社もあるが、この時点でも、まだ、美社門店を祀ることが許されていない。大正十二年に、郊外の下軍需工場から不要になった社殿を譲り受け、失った本殿は再建された。 その後、ハイデンは1967年に建築された。カラス山側緑道沿いにあるオートリーをくぐってすぐ、右手に、長寿社、左手に、社務所がある。長寿社の水はかつて湧水を使っていたが、近くに幼稚園が建設された際、地下を掘り返したために、水が枯れた。さらに奥に進むと右手に、神楽殿が北西を向いて立っている。本田及びハイデンはカグラを右手に見ながら、 階段を数段登ったところにあり、拝殿に向かって、左手に、稲荷神社が存在する。かぐ殿の向かいには、1956年、昭和31年に、大田道館の江戸城、開城500年を記念して、地元の勇士が建流した旧江戸城の白石の石踏みがある。武者の工事、サネアの筆である。本殿の北東には多門寺があった際に作られた墓地があるが、 多門寺廃寺以降は、勝国寺の段下の墓地とされている。当該墓地敷地内には、1701年製の高神塔が存在する。船型後輩型で、正面には地蔵菩薩立像が掘られている。1600平方メートルの境内は奥に進むにつれて、高くなっており、小高い丘のようになっている。丘の上には、世田谷区立公園である未の森緑地があり、 神社の樹木と一体となって密集した市街地の中における貴重な麒麟地を形成している。主な祭事、年中行事は以下の通り9月の霊体祭で奉納される神楽の中に狸林がある。これは近在に住む父親思いの少年がある日け顔をした狸を助けたところ、その狸の恩返しとして境内裏手の丘から流れる遊水が、 少年の父親が患っていた病気を治す水に、返事たという伝説にちなんだものと言われる。ありがとうございます。